政府、与党は、会社員が住宅ローン減税などを受けるための、年末調整を、インターネットだけで行えるようにする。手続きに必要な書類を電子化し、企業や会社員の負担を軽減する。12月半ばに決める2018年度税制改正大綱に盛り込み、20年末からの導入を目指す。会社員の所得税は、勤務先の企業が、毎月の給料や賞与から天引きする、源泉徴収の形で納税手続きが行われる。年末に所得税額の過不足が生じると、勤務先が社員に代わって納税額を正確に精算する、年末調整を行い、払いすぎた税金があれば戻ってくる。年末調整で会社員が自ら行う手続きの典型は、生命保険料の支払い額を所得から控除できる、生命保険料控除、と住宅ローンの借り入れ残高に応じて所得税を減らす、住宅ローン減税、だ。